最近買ったお気に入りのマイクなんですけど、はい、全それ純正のやつですね。こうやってつけるのか。これはですね、うん、こうやってちょっと難しいんですけど、こうやってこうね、ここで挟むんで。そうですね。これはちょっとあれ手間ですね。はい。こういう感じですか。そうですね。ちょっとあのコードは自分が短くしちゃってあれなんですけど、まあそんな感じですよね。一般的にはその、でもそのマイクすっごいいいマイクなんで、まあ今回ちょっと繋げてはいないですけど、そんな感じで。そうですね。でこれが今度、うん、まあ、ちょっとそれワイヤレス仕様にしちゃってるんですけど、あ、すっごいつけやすい。でそれ、まあ一応この角度がいいな。そうですね、これもうちょっと深くやるとですね、こうちょうどベルの形に合わせて。なるほどね。でこれあのちょっとキャノン撮るとここから有線でもできると。そうですね。いや非常にいいじゃないですか。ちょっと何だろうか。まあこっちだけでいいんでしょ。どっち？こっちですね。こっちね。はい。はい。これを有線でもできるし。そうですね。有線でもできるし。こうね。ロックがもうここからですね。こうです。はい。さっきも。でこれそうなんですよ、あのこのカチッカチッって動くようになってるんで、あのなるほどね、はい、いいですね。はい。はい、でベルの形に合ってるんで、そうですね、おすすめですねこれ、はい、あ、パシッて入るんですね。もうちょっと最後までカチッて、うん、はい、そうですね、そこまで入れると、うん、あのもう抜けない、絶対に、うんうんうん、ありがとうございました。